guys! モンスターション TV! 始まりました。スタートから BGM が急に止まるっていう。トレクルね、なんか途中でね、BGM がこう、シャッって止まるんですよ。Hey guys! モンスターション TV! 始まりました。モンスターション TV! 元気があれば何でもできる。元気があればウルージになれる。そんなあなたは因果ざらし。ということでやっていきましょう。なんかね、昨日出した動画でね、因果アザラシって何ですかみたいな感じで、書いてあってね、結構私笑いました。因果ざらしじゃなくてアザラシ、なんちゃらアザラシって何ですかみたいな書いてあってね、結構笑いました。さあさあさあ、今回もねやっていきましょう。ワンピース、トレジャークルーズです。今回はスゴフェスをやっていきたいなと思います。前回ね、結構良さげなのが当たったんですよ。当たったんだけど、まあ、どないしろ中年っていうようなね、私も四季を持ってるんですよ。四季四季ブンブンで、俺動画で出してめっちゃ喜んでん。なのにもう一回出てしまってん。これ同キャラスキルとしてしかぶち込めないのかな。ちょっと、っていうところなんだけども、お気に入りに入れる。そして、エネルさんが出てくれましたね。エネルさんは当たってくれました。すごい嬉しかったです。前回のガチャで、ちょっと最後5回目のガチャはね、さすがにマニー不足で、回せなかったんで、ね、すごく嬉しいですね。エネルゲットしました。エネルと、まあ、シキとペロスペロがそれっぽかったかなっていうような感じ。そして今回、何が出るのかというところでございます。やはり狙うは、ブルック、そしてビッグマム、からの、ルフィ君ね、ルフィ君を狙っていきたいなと。まあ、あとはクラッカー出てくれれば、まあ、大福とかも嬉しいかなっていうところでございます。さあ、行きましょう。酒場にいるキャラ確定ということで、どこまで当たりが出るか。前回、赤2枚来ましたからね。もう3枚ぐらい出ていいんじゃないのねえ。さあ、来い来い、おーし !1 枚、いや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 、もう一回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 、まだいける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 、まだいけると思ったら、行くとは言ってない。はい、来ましたね。もう、持ってます。残念ながら、再三、持ってます。からの、ゼーフ、いいね、ゼーフ。いいのかな。さあ、来ました !1 枚目ね、これで、レッド。おー威力でござんすが、ちょいとお力添えを。おい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 。微力でござんすが、ちょいとお力添えを。ほんと?ちょいとなのこれ。これ、ちょいとなの?結構来そうだけど。敵全体のランダムの対象にキャラの攻撃かける20倍の無属性ダメージを10回与える。10回やべえな。敵全体の攻撃を一旦遅延。あ、遅延いいですね。自分が船長、フレンド船長、スケット船長の時は全スロット、持続性スロットに変換する。おー。で、これは受けるダメージが少し増えますが、斬撃タイプキャラの攻撃 3.25 倍。いいね。体力が、ね、1.2 倍。グッド、グレート、パーフェクトの順に、攻撃で、1個同タイプキャラの攻撃がさらに 1.3 ってことは、3.25 がさらに 1.3 上がるわけなので、4.55 っていうことだよね。4.55 までになるという、よ?よくわかんねえ。あ、でもいいんじゃないですか?いいんじゃないですか?なんかよくわかんないけど、いいんじゃないですか?ちょっと、ごめんなさい、教えてください。でも、地属性じゃん。俺、地属性今欲しいんですよ。俺のデッキが今、地属性で結構固めてあるんで。あ、いいね。犬嵐の代わりにこれ入れたいな。どうなんでしょう。お、ヒナじゃん。やったー。ヒナ、もう一個持ってるから、それの食わせになるかな。あ、いいね。ロブルッチでも4かな、これは。あー、ロブルッチ。かっこいい。かっこいい、かっこいい。セーフ!いいね。バラティエに戻ってください。今、ゼフさんはちょっと大丈夫かな。ゼフさん好きやけど。わおいいね、ナミさん。あ、キャロットね。いいね。キャロットいいと思います。いいと思います。あー、あー、いやいやいやい。ブルック、なあ。あ、でも、5じゃん。4から5になったパターンなのかな。あ、でも遅延乗ってない?俺、敵全体の攻撃を一旦、おー、遅延させ。あ、いいんじゃないのこれ、必殺。強いね、属性は。お、しかも、地属性じゃん。犬嵐と変更だね。これか、ブルックか、クジドラさんだ。あ、いいじゃん。へぇー。すごーい。いいね。10枚目。ああ、これもう持ってるんじゃない ?2 枚目。いや、持ってるか俺、ストロベリー。ストロベリー。確かなんかピックアップだよね、前回の。さあ、ラスト。ああ、ラストはさすがにね。さすがに。ゴールデン5枚。それ2枚目だね。これちょっとなんか、
もう一回回してもいいんだけど、ちょっとなんか、へまりそうで怖いよね。へまりそうで怖いよね。ちょっと置きましょう。ちょっと置きましょう。なんかね、今回の動画では、あれをやりたいんですよ。進化を。ね、進化を待っているキャラクターがいるんですよ。ね、それがですね、あれ、上の方かな？上の方かな？サンジゾロの進化をさせたいんですよ。で、今結構ね、いい感じに上がってて、多分光の方にいるかな？光の速さで蹴られたら痛いよ。あれ、いなくね？ああ、わかったわかったわかった、ちゃ、限界突破だ。限界突破で、ちょっと待ってよ。限界突破で、今光ったけど、限界突破。ここら辺にはいないかってことはしたらな。これだ。限界突破させて、はい。で、ぶち込みたいんだよね。はいはいはい。これだね。そう、結構ね、頑張って集めてん、これ。はい。ぶち込みます。もう少ないから、すごいなんかね、心苦しいところではあるんですけどね。ここら辺入れていいんじゃないの？なんか、ちょっと、数調整的にね。数調整な感じで、ちょっと入れましょうか。一個減らして、にゃん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 。もう一個減らして、にゃんにゃん。あやい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 キャプテンこんな感じじゃないですか。ちょっと減らしてね、50個ぐらい使っていきましょうか。50個ぐらい使って、エアコンは？エアコンのリモコンがない。暑いんですよ、本当に。まあ、こんなもんでいいでしょう。これでちょっとぶち込んで、あやいキャプテン、これさすがに、いいかな。まあいいでしょう。はい。オッケー！オッケー！さあ、解放です。これ2体目じゃない？僕解放させたの。これ合ってるかな？間違ってたらごめんなさい。なんか、ごめんなさいってか俺が自滅するんだけど。で、これで、あ、これでいいよね？さすがに。もういいよね？で、ちょっとこれお気に入りに入れて、で、多分これでちょっと形になったよね？形になったところで光の速さで、キャラクターを見つけたわ。あ、ダブルキャラって上に来るんだ。そういうことね。あ、いいね。5個ある。あ、オッケーオッケー。スロット増えた。で、強化で、強化エン！うん。ヒダルマ！よくわかんない。なんでエースになるんやろうね。なんかエースになったね。あ、これをぶち込みたかった。やっとおさらばできるぜ。もうね、ほんとね、キャラクター多すぎてやばかったんだよね。で、毎回なぜか大成功なるん。大成功したら1体ぐらいなんかこう、プラスでもらえてもいいよ。なんか増えてね、これ。ないこれ。なんかめっちゃ、あ、え？こんな演出あんの？ないこれ、ないこれ、ないこれ、ないこれ。え、倍になったとこあんの？え？なんかあんの？なにこれ？あれ？お、増えてね？増えてない？増えてるのかわからない。でもいいね。必殺技短縮か、それが入ってくれたのは、幸先良いんじゃないですか。よいしょー。さあ、ぶち込んでいきましょう。前回のトレジャーマップのね、嬉しい悲鳴でございます。トレジャーマップいろんなものがもらえるんで、いいと思います。さあ、潜在能力が、これ関係ないね。ただの演出やね。なんか5になったぞ。5、4、5。めっちゃ上がってるけど、なんなんこれ。あ、必殺ターンがまた短縮。いいね。いやっはー。こんな感じじゃないですか。えいや、さあ、こっちにしとこうか。いいじゃん。必殺短縮がありがたいね。でも、直接これ反映されてるっけか。なんかそんなにね、めちゃくちゃ反映されてるなーっていうようなね、ことは感じないんだよね。で、ここら辺のゾリさん、オートとゾロさんは、これね、なんか使っちゃってさ、いや、全部種類が違うじゃないですか。これでなんかもったいないことしたらやばいんで、ちょっとね、気をつけます。やらかす可能性あるからね。これはあれじゃない？レアだね。よしレアは、レア？これレアだろ。これレアや。ここら辺入れときましょうか。で、あー、いいよ。これだ。よいしょ。さあ、あれじゃない？この同キャラの、なんかランク高いやつだと、なんかさっきの右上の、あれが増えるのかな？そんな感じするよね。あ、いいじゃん。ターン短縮。めっちゃ増えるね。運いいな。オッケー。いいよ。で、もう一応。いや、やっとこれ消化できるのが本当に嬉しい。キャラ枠の限界でしたからね。さあ、さらにぶち込み。どこまで上がるか。これで違ってたら後で教えてください。すごい病むんで。
あ、いいね、もう一個封じ対策出た。封じ対策、うん、いいんじゃないですか。44111、シャンクスの時めっちゃ苦労したからね、やったらね、かぶるからさ、嘘やろみたいな、もうすげえ病んだマジで。そんなかぶりますかみたいなね。もうこの下にはないやろ、多分上やね。即属性で若干のかぶりがあったから、ここら辺でも別に星のあれ考えると3とかやから大丈夫でしょ。さあさあ、ぶち込みからのエルトーからのエルトラッシュ、よしよしよし、必殺ターンマックス、いいよ。ああ、いいですね、いいですね、だいぶいい感じに上がってくれました。素晴らしいんじゃないですか。素晴らしいと思います。よし、2個入れて、でゾリさん、これとかどうなの。いやー、怪しいなこれは。なんかぶち込んで後でジョンさん、それマジインガザラシっすよ、完全にやらかしっすよみたいななったら悲しいですからね。これ被ってるから1個いい入れよ。いやー、なんかレア度高えな。だが入れるのが俺だって、入れても大丈夫でしょ、だってもう1体持ってるもんね多分。よし、大成功、大成功しても何の意味もないんだけど、意味もないよね多分。さあ、そこそこ溜まってきたか。ダメージ軽減がやたら出ねえな。いや、今回ちょっとしくったね。でもまあ55で最終しまいじゃないですか。こんな感じじゃないかなと思います。でキャラ一覧いくと、あんま減ってねえな。そんな減らねえか、そんなに減らないっすか、マジか、びっくりしたね。そんなに減らないんだ。でもダメだ、あれだよね、そのキャラ強化でその本を使おうと思ったけど、本が24個あるから本を今使うとあれだね、確か明日ぐらいに経験値倍みたいなのが来るんですよね。そうか、なんかまだまだ多いねいや、キャラ枠でね困ってるんですよ。あ、そうか、ガチャやったからだ、ガチャやったからいっぱいあるんだ。だからそのガチャ分をなくせば20減らして、22か、22減らして、まあ572、そんなにめちゃくちゃなんかこうオーラ減ったぞっていうわけでもないよね。ナミさんとかも結構いるし、ウソップとかもいるから、そこら辺も対策したいんですよ。なんかちょっとなんかアドバイスいただけたら嬉しいです。こうこれやるともっといい感じに減りますよみたいなね。もう豚さんとかめっちゃいるね、もう豚だらけだから、豚にこの亀をね入れたいんですよ。そう、そしたらもうちょっとレベルアップするんで、まあいろんな素材もねいい感じにこう消化できるんじゃないかななんて思ったりしちゃったりしてます。はい、ということでじゃあ今日はこの辺で締めていきましょう。とりあえずはダブルキャラ1個3時ゾロが完成しました。で必殺技レベルは多分明日なんか倍になるイベントっていうか、まあ期間が来ると思うんですよね。その話をグルチャでしてたんで、もしもそれ来るんだったらそこでみんなも本をぶち込んだ方がいいかもしれないね。ちょっとみんなちょっとサーチをお願いします。僕もちょっと確認します。で明日もしもそうであればシャンクスね、俺本ゲットしたから12個ぶち込みます。それでマックスになってくれれば嬉しい。そして今回のソロ3時も、完成させて、まあ一気にちょっとキャラワークも開けば嬉しいななんて思っております。 OK、 じゃあ次回、次またガチャをやりつつね、まあ爆死したらもう連チャンでやるしね。でまあ当たったらそこで止めるかもしれないし、50発ぐらいは残したいからね、ちょっと検討しますね。じゃそんな感じで今日はこの辺で締めていきましょう。最後に皆さん、ぜひともグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。あとぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。ツイッターの方でもねがっつり絡みましょう。 OK、 それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!